ナンバーアンダーラインアイロッキンジャパンフェス2024で時代を動かすナンバーアンダーラインアイロッキンジャパンフェス2024で見せた進化し続ける彼らの音楽に迫るロックインジャパンフェス2024で初めてのフェス出演を果たしたナンバーアンダーラインアイの姿は多くのファンに感動と興奮を与えまさに新たな伝説を刻む瞬間となりました熱気に包まれた会場には 彼らを一目見ようと集まった大勢の観客が詰めかけ、初めての夏フェスという大舞台に立つナンバーアンダーライン愛の姿に、期待と不安、そして圧倒的な興奮が交錯する中、彼らは一歩一歩、その足跡を確実に刻んでいきました。ステージに登場した瞬間から、観客の熱狂は頂点に達し、まるで会場全体が一つになって彼らを迎えるような光景が広がりました。 彼らの登場を待ちわびていたファンたちは、彼らの一挙手一投足に声援を送り、会場には熱いエネルギーが充満しました。その中で、彼らのパフォーマンスは期待を裏切ることなく、むしろそれを大きく上回るものでした。激しいビートに乗せて歌い踊る姿は、まさに、ぶちかましの一言につき、観客の心をわしつかみにしました。初フェスというプレッシャーを感じさせない堂々としたパフォーマンスは、 まさにプロフェッショナルそのものであり、彼らの音楽がどれほどの人々に響き渡っているかを実感させるものでした。観客の中には、彼らの名前を初めて耳にした人たちもいたかもしれませんが、その瞬間から彼らの虜となったことでしょう。SNS には、彼らのパフォーマンスを絶賛する声が数多く寄せられ、ナンバーアンダーライン愛最高という声があふれ、彼らの名前はトレンド入りを果たすほどの話題となりました。しかし、 この成功は一朝一夕にして成し得たものではありません。彼らがここまでたどり着くには、数々の努力と試練があったことでしょう。初めてのフェス出演に向けた準備は、決して容易なものではなかったはずです。新しい環境や、フェス特有の緊張感に対処しながら、彼らはどのようにこの大舞台を乗り越えたのでしょうか。その背景には、彼らの音楽に対する情熱と信念があったに違いありません。 ナンバーアンダーライン愛は、その名の通り、どこか特別な存在感を持つグループです。彼らの音楽は、ただ聴くだけでなく、心に響く何かを持っている。それは、おそらく彼らが一貫して大切にしているメッセージ性と、音楽を通じて伝えたい思いが強く込められているからでしょう。彼らがこのフェスで見せたパフォーマンスは、その思いを形にしたものであり、観客たちはそのメッセージを受け取ると同時に、 自身の思い出として心に刻みました。その結果、会場には、感動した心が震えたという声があふれ、ファンたちは彼らとの特別な時間を共有することで、より深い絆を感じることができたのです。また、彼らのパフォーマンスは、音楽的な面だけでなく、ビジュアルや演出にも力が入れられており、その統一感が観客の目を引きました。ステージ上で繰り広げられるダンスや表情の変化は、 まるで一つのストーリーを見ているかのようで、観客たちはその世界観に引き込まれていきました。さらに、彼らの音楽はジャンルの枠を超えて、多くの人々に訴えかける力を持っています。ロック、ポップ、エレクトロニカといった多様なジャンルを自在に操りながら、独自のスタイルを確立している彼らは、まさに時代の音楽シーンをけん引する存在といっても過言ではありません。ロック・イン・ジャパン・フェス。 2024での彼らのパフォーマンスは、その多様性と可能性を存分に発揮し、新たなファン層を獲得する大きなきっかけとなったことでしょう。また、このフェスは彼らにとっても新たな挑戦であり、自身の成長を確かめる場でもありました。音楽フェスという特別な環境で、彼らはどのように自分たちの音楽を表現するかを考え抜き、その結果として観客に強烈な印象を与えるパフォーマンスを実現しました。 これにより、彼らは音楽シーンにおける自分たちの立ち位置を再確認すると同時に、さらなる高みを目指すための糧を得たのです。今回のフェスを通じて、彼らが得たものは計り知れません。それは単なる成功という形ではなく、ファンとの深い絆や、音楽へのさらなる情熱、そして自分たちの限界を超えるという挑戦の精神です。彼らはこのフェスで得た経験を糧に、 今後もさらなる進化を遂げていくことでしょう。ロックインジャパンフェス2024での彼らのパフォーマンスは、確かに大成功を収めましたが、それはあくまで一つのステップに過ぎません。彼らが目指す未来には、まだまだ多くの挑戦と可能性が広がっています。今回のフェスで感じた熱狂や感動を胸に、彼らはこれからも音楽を通じて新たな物語を紡いでいくことでしょう。これからの彼らの活動に、 ままますます目が離せせななくなることは間違いありませんロックインジャパンフェス2024で見せた彼らの情熱と実力は多くの人々の記憶に残り続け彼らの音楽はますます広がりを見せていくことでしょうその未来にはどんな音楽が待ち受けているのかどのような新しいステージが彼らを待ち受けているのかファンたちは期待に胸を膨らませていますナンバーアンダーライン愛の未来はまだまだこれからです 彼らが描く新しい音楽の地図は、誰もが予想できないほどの広がりを見せることでしょう。彼らと共に歩むその旅路は、どんな風景を見せてくれるのか、私たちはその瞬間を待ち望みながら、これからも彼らを応援し続けることでしょう。そして、彼らの音楽が私たちの心に響き続ける限り、その物語は終わることなく、新たな章が綴られていくのです。このような形で、ロックインジャパンフェス。 2024は、ナンバーアンダーライン愛にとっても、ファンにとっても特別な思い出となりました。このフェスが終わった後も、その余韻は長く続き、彼らの音楽がさらに多くの人々に広がっていくことでしょう。そして、次に彼らがどんな挑戦をするのか、それを目撃する瞬間が楽しみで仕方ありません。これからも彼らの成長を見守りながら、私たちは新しい音楽の可能性に胸を躍らせることでしょう。 ロックインンジャパンフェス2024でのナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは、間違いなく彼らのキャリアにおける一つのハイライトとなりました。しかし、この成功はただの通過点であり、彼らの音楽の旅はまだ始まったばかりです。これからの彼らがどのように進化し、成長し続けるのか、その未来は誰にも予測できないものですが、確実に言えるのは、彼らはその歩みを止めることなく。 音楽の世界でで新たな挑戦を続けていいくととうことです。今回のフェスで彼らが見せた姿は、単なるエンターテインメントとしてのパフォーマンスを超え、観客に深い感動と共感を与えるものでした。それは、彼らが音楽を通じて伝えたいメッセージが、しっかりと観客に届いた証拠でもあります。彼らの音楽は、ただ耳で聞くだけでなく、心で感じ、共感できるものであり、 それが多くののの人々の心を動かしたのですまたこのフェスでの経験は彼らにとっても大きな自信となったことでしょう。新たな環境でのパフォーマンスは常に挑戦と不安がつきものですがそれを乗り越え成功を収めたことで彼らは今後さらに大きな舞台に立つ準備ができたのではないでしょうか。この成功を糧に彼らはさらに高みを目指し新たな音楽の地平を切り開いていくことでしょう。 今後の彼らの活動に注目が集まるのは間違いありません。彼らが次にどんな楽曲を生み出し、どんなステージを見せてくれるのか、ファンたちは期待に胸を膨らませています。また、彼らの音楽はこれからも進化を続け、より多くの人々に届くことでしょう。その過程で、彼らはどのように自分たちの音楽を発展させ、新たなチャレンジに挑むのか、それを見守ることができるのはファンにとっても楽しみの一つです。 そして、彼らが音楽を通じて伝えたいメッセージは、これからも変わることなく、ますます多くの人々に響き渡ることでしょう。彼らの音楽は、ただのエンターテインメントではなく、人々の心に残るものとして、長く愛され続けるに違いありません。それは、彼ら自身が音楽に対して真摯に向き合い、常に新しい表現を追求し続ける姿勢があるからこそ、可能になることです。このように、 ロックインジャパンフェス2024での成功は、彼らにとって新たなスタートラインに立った瞬間とも言えるでしょう。これからの彼らがどのように音楽の世界を切り開いていくのか、それを楽しみにしながら、私たちは彼らの歩みを見守り続けることでしょう。そして、彼らの音楽が私たちの生活にどのような影響を与えていくのか、その未来に期待が高まります。また、今回のフェスで彼らが得たものは、 単なる成功だけではありません。観客との絆や、自分たちの音楽がどれほどの力を持っているかを再確認したことで、彼らは今後さらに大きな飛躍を遂げることでしょう。その過程で、彼らは新たな挑戦を続け、ファンたちに新しい驚きや感動を届けてくれるはずです。このフェスを経て、彼らは自分たちの可能性をさらに広げ、新たな音楽の道を歩み始めました。 その道のりは決して平坦ではないかもしれませんが、彼らが持つ情熱と信念があれば、どんな困難も乗り越えていくことでしょう。そして、彼らの音楽がこれからも多くの人々に感動を与え続けることを信じています。ロックインジャパンフェス。2024は、ナンバーアンダーライン愛にとっても、ファンにとっても忘れられない一日となりました。しかし、その余韻が冷めることはなく、 彼らの音楽がこれからも続いていく限り、その感動はずっと心に残り続けることでしょう。そして、次に彼らがどんなステージを見せてくれるのか、その瞬間を楽しみに待つことで、私たちは彼らと共に新しい音楽の旅を続けていくのです。